ハロー YouTube 草薙チャンネルにようこそ。知っている人はこんにちは、知らない人ははじめましてだ。本日もダープギアで 新商品の説明をしていくよ。本日紹介するのはこちら、オークバックラーだ。オークバックラーはエピックアーモリーが新しく小型盾として出した商品だ。エピックアーモリーは製造する製品にいろんな属性をつけているが、このオークバックラーはルイナスという属性がついている。ルイナス、あまり聞き慣れない言葉かもしれないが、まあ簡単に言うと荒廃したとかね、滅びのとかね、だいたいそんなイメージがついている。そのオークバックラーの名の通り、オークというのは戦好きで野蛮な種族だとされるから、まさしくそんな属性がついたのかもしれないね。オークという名の通り、オークが戦いで使い込んだバックラーだから、そこにもディティールとして現れている。まずこの盾のへこみ、いかにこの盾が攻撃を受け止めてきたかっていうのが現れているね。それに端っこの刀傷、強力な斧や剣の攻撃を受け止めて、そこところどころに刀傷がついているよね。そして、乱暴に補強されたこのリベットとプレート、多くはそんなに手先は器用じゃないとされているゲームがほとんどだから、その多くが、応急処置的に使った修理として、そんなディティールとして出ているね。裏面を見てみよう。裏面は、布で補強されているね。布で補強されていて、ベルトも布製だ。ベルトが2本ついているから、こうやって握って敵の攻撃を弾くこともできるし、おすすめの使い方としては、こうやって腕に通すことだ。こうやって腕に通して固定しておけば、空いた手にダーガーを持つことができる。こうやってダーガーを持って、利き手にも武器を持てば、あっという間に二刀流の完成だ。二刀流、いかにも攻撃力に優れてそうなスタイルだね。そこに盾も加われば防御も万全。オークバックラー、ラープギアにてナゴンセール。